はい、どうもトバです。今日はですね、僕がブリートしたね血統金ぴこたちをねちょっと紹介していこうと思うんですがね、僕ね金ぴこ飼育始めて4年とか4年半ぐらい経っているんですが、今回ねその2腹分取れたんですが、2腹でトータル50匹から60匹ほど取れまして、こんなにね取れたの初めてなんですよ。素直にね嬉しいまあ2年前とかぐらいからも金ぴこの繁殖はやってたんですけど、なかなか残んなくて、いろんなね失敗めちゃくちゃやりました。でね、今回ね、まあ、こんなに取れてね、まあ、生存率もすごく高くて、素直にねマジで嬉しい今回ね僕がブリートしたね血統金ぴこたちを紹介するんですけど、まあ、その子たちのね両親とかね、まあ、血統とかもね紹介していこうと思います。ぜひね最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。父ちゃんの血統ですね、はい、バージョン 1× メガクロス。で母ちゃんが、はい、こちらの血統となっております。母ちゃんがこちらになりますね。はい、父ちゃんがねちょっと中に入ってて分かんないんで写真貼っておきます。ドン。はい、こちらがですね最近誕生したばかりのベビーたちになりますね。血統はですね先ほどの両親の血統なんですが、まだ1ヶ月経ってないですね。まだ2週間とかそれぐらいなんですが、ようやくね模様がちょっとずつ出てきた感じですかね。うん、蜜ですねめちゃくちゃね可愛いんですよね。はい、でこの子たちより先にね誕生したやつらがザラーって、まあ、こういう感じでいてます。まあ、流木とかにね隠れていてちょっと全体は分かんないんですがね、こういう感じですくすくと成長しております。だいたいね、2ヶ月で3センチちょっとまで成長しました。まあ、このサイズでも結構模様表現の変化をね楽しめますね。一匹一匹ね表現が全然変わっているんで、そういったところも楽しいですよね。リアルメガクラウンっていうね表現の金ぴこをね出していけたらねいいっすよね。はい、今回はですね僕がブリードしたね血統金ぴこたちをね紹介しました。成長とともにねどういった感じでね表現が変わっていくんだろうとか、ちょこちょこね動画載っけていくんでね、ぜひねチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。はい、というわけでね今回は僕がブリードしたね血統金ぴこたちの紹介でした。ではバイバイ。